皆さんこんにちは、うさぎです。私はドイツで医師として働きながら生活やキャリア、そして医療の情報を発信しています。もう10年以上日本の外で暮らしていますが、2020年までね、毎年1回2回は日本に帰るようにしていました。最後に日本を訪れたのは2019年3月、まさに平成の終わりの時期でした。もうね、令和6年になってるけど、私令和の日本を見たの今回初めてでございます。コロナとかね、自分の入院治療とかいろいろあって、5年半ぶりに日本に戻って、新しい令和の時代をこの目でね、見ることをワクワクしていました。しかしね、到着してみると、日本がね、短期間の間にあまりにも変わってしまったことに正直言ってびっくりしました。この動画ではね、海外に住む日本人の観点から、私が観察して驚いた日本の大きな7つの変化についてご紹介したいと思います。在外邦人の方にも共感していただけたら嬉しいです。それでは始めます。2020年がもたらした影響と日本の変貌。2020年の新型コロナウイルスのパンデミックは、世界全体に深刻な影響をもたらし、私たち現代人の価値観やライフスタイルを大きく変えました。日本も例外ではなく、今回の旅ではね、この短期間でこうした変化が日本社会にどれだけ大きく浸透したかを本当に実感しました。パンデミックは多くの分野で見直しのきっかけとなり、この変化がね、国中に広がってると感じます。毎日暮らしている方だと、ちょっとずつちょっとずつ変わってったら、あんまりね、気づきにくい。毎日ね、一緒に暮らしている家族の顔の変化とか老いとか、正直分かりにくいと思うんですけど、5年半ぶりに会った友達、親戚、あまりにも変わっててびっくりすることってあるじゃないですか。今回の私はそういう感じですね。じゃあ一つ目いきます。5年半ぶりに日本に来て驚いたこと。その1、態度の変化とホスピタリティの低下。今回ね、特に目を引いたのは、日本のね、人々の態度がどちらかというと以前よりもはるかにね、冷たく距離を感じるようになったということですね。我が国が誇るホスピタリティ、おもてなしですら、なんかね、正直言うと今回は違って見えました。特にね、私がショックを受けたというか、その変化が顕著だなと思ったのが、東京ディズニーランドですね。まあ、以前よりもね、サービスの質が低くなっているのはもちろん、キャストさんね、昔に比べて、なんて言ったらいいんだろう、バイト感覚でやってる人が増えたっていうか、今回ね、私初めてディズニーがね、スマホアプリ制になってから入ったんで、全然使い方がよく分かんなくて、キャストさんにいろいろ聞いたんだけど、めんどくさそうだったりバカにしてくる感じの人がいて、ちょっとなんかこんな昔だったらあったかなっていうことがね、結構多かったんでショックだったし、キャストさんだけじゃなくてね、お客さんの質もなんかマナーが悪い人が増えたりとか下がったなっていう気もしました。個人の意見ですよ。私はね、医学生時代お金がなかったんで、キャンペーンガールのね、仕事とかしてましたって他の動画で言ったことあるけど、もうディズニーのキャストといえば見習えみたいな、ディズニーだったらこんなもんじゃねえぞみたいな感じで叩き込まれたので、まあ、なんかね、そのディズニーがこんなに廃れてるっていうことに、私はね、なんだろうな、ちょっとショックをね、感じましたね。東京ディズニーランドだけじゃなくってね、もうあちこち、日本が誇る温かいおもてなしの精神が特にね、観光地では薄れていってる。正直言ってね、少し残念に感じましたね。前動画でね、なぜドイツの店員は感じが悪いのかなんていう動画出しましたけど、人々の温かさとかね、お店とかでのおもてなしはね、ドイツに住んでいて恋しく思う部分でもあったので、その劣化がね、私は少しショックでした。この変化はね、物価の上昇、賃金の停滞、不安定な雇用、パンデミックによる長期的なストレス、将来に対するこう漠然としたね、不安とか、いろんな要素がね、背景にあることが原因かもしれませんね。もちろんね、個人個人のレベルとか、一つ一つのお店とかだったらね、いや、うさぎさん、たまたまあなたの当たりが悪かっただけで、感じいい人いっぱいいますよっていう反論はあると思うんですけど、おおよそこう、大きな全体像として見たときに、私たち日本人が気づかない間にうっすら下がってきてるんじゃないかなっていう印象を受けたよっていう話ですね。普段はね、本当に親しみやすいって感じる日本人の態度がね、ここまでこう、ネガティブな方向に大きく変わってきてるとは、ちょっとと思わなくて残念なところではありましたね。外国人、特にドイツ人に日本のいいところは何って聞かれた時に、私はいつもエッセン、
食事、温泉、メンシェン、ドイツ語で人っていう意味ですね。人がね、醸し出す雰囲気っていう解釈もできる言葉です。しかしね、最近ではその人についてちょっと自信がなくなってきたところもあります。まあ、私自身はね、日本の生活には完全に馴染めなかった側の人間ですが、それでもね、日本の文化の中で育ったことを誇りに思っていて、日本的なホスピタリティが私の人柄を形成し、患者さんからね、親切で気遣いのある先生って感謝していただけるのはそのおかげだなって感じています。日本人特有の優しさ、気遣い、おもてなしがね、私にとって自信や誇りを与えてくれたものであり、まあ、その部分、日本が世界に誇るこう人の良さがね、薄れつつあることに危機感を感じています。日本を5年半ぶりに訪れてびっくりしたこと、その2、インバウンド観光客の増加。いや、行く先々でね、もう日本侵略されたんかっていうぐらい外国人が多くてびっくりしましたね。正直日本人よりも目立ってるって感じましたね。特にアジア系のね、観光客の人、日本人観光客なのかインバウンド観光客なのか、もう見た目で区別つかないですよね。私もね、店員さんに何回も英語で話しかけられましたね。今回はね、築地と両国に主に滞在して銀座、新宿、渋谷などを訪れましたが、日本国内の消費が減少したことにより高価の商品が主に外国人観光客向けに提供されるようになっている印象を受けましたね。もう築地のね、インバウンド観光客丼ですね、あれなんか分かりやすい例で、何千円、時にはね、何万円もするような高級食材を使用していて、多くの日本人には手が届きにくい設定となっています。現在の日本を訪れる観光客はより多国籍化していてね、円安の影響で日本がかつて持っていた精神的、文化的に豊かな国というイメージよりも手頃な旅行先として見られる傾向が強くなっているのかななんて思っちゃいましたね。まあ、日本の情緒がね、台無しというか、私自身もね、ドイツで収入を得て日本で消費するっていうね、まあ、ある意味インバウンド観光客に近い存在です。物価が安く感じられて買い物がしやすかったのですが、どこかね、複雑な気持ちもありましたね。5年半ぶりに日本に帰国して驚いたこと、その3、支払い方法の変化。日本ではね、キャッシュレス決済が本当に進化したこともびっくりしました。個人的にはね、5年半前のスイカのカードがそのまま使えて、どこに行ってもスイカで決済できたのが便利でしたね。まあ、アーケードゲームやガチャガチャ、ホテルに備え付けのコインランドリーとか、一部ではね、まだ現金が必要なところがあるものの、もうほとんどの場所で現金を使わずに済んだのは本当便利でした。まあ、ドイツではね、テクノロジーの国、ドイツっていうイメージとはもう裏腹にね、キャッシュレス化がめちゃくちゃ遅れていて、未だに多くの店舗やフードスタンドが現金で払う必要があるため、日本のキャッシュレス化の進展は個人的には好ましく感じましたね。あとはね、スーパーとかにある自己決算機、あのセルフレジが日本ではまだ人気がなくて、有人レジがね、混んでいる様子もドイツとね、共通していて、このセルフレジね、エラーを起こしやすいせいで、店員さんとか呼んでたら時間かかっちゃうでしょ。なんで最初から多少並んででも有人レジの方が信頼性が高いってなってるのは、ドイツも日本も同じだなと思って、こう、まあ面白かったですね。5年半ぶりに日本に帰国して驚いたこと、その4、商品サイズの縮小。商品のサイズね、もうコンビニとかファストフード店とかで、こんなに少なかったっけ、こんなにちっちゃかったっけってもう行く先々で思いましたね。まあ、インフレの中でね、価格を維持するための工夫なんでしょうね。さっき久しぶりに会った親戚の話したけど、久しぶりにね、会ったらちっちゃくなっててびっくりしたっていうね、長期間離れているとこうした日常の変化が目立って見えるものだなと思いました。5年半ぶりに日本に帰ってびっくりしたこと、その5、貧困の可視化。貧困の兆候が以前よりも顕著に見られるようになりましたね。ホームレスの人々や街角でね、こう不自然に待っている女性の姿を行く先々で、まあ、以前よりもね、多く見かけ、日本でもね、経済的な格差が拡大している印象を受けましたね。物価が上昇する一方で賃金がほとんど上がらない。ドイツもね、インフレすごいですけど、それに合わせて給料も上がっているので、物価は上がる、でもお給料はほぼ据え置き。
まあ、こんな状況だったらね、まあ、多くの人々が生活の困難さを感じるのも無理ないですよね。日本の経済的な苦境がこう一層ねあらわになってきて、日本社会の抱える課題が浮き彫りになっている、そんな印象を受けましたね。日本に5年半ぶりに帰ってきてびっくりしたこと、その6、ファッションの変化とフルタイム雇用減少の影響。経済的な困難はファッションにも現れていましたね。まあ、以前はね、丸の内とか銀座、まあ、東京駅周辺でよく見られた清潔感のあるシャツにスカート、パンプスみたいな、まあ、いわゆるオフィスレディ、OL スタイルが結構顕著に減少してるんじゃないかなと思いました。まあ、もちろんね、丸の内の会社のあたりとか歩いたらまだそういうスタイルの方いらっしゃいましたけど、そもそもね、フルタイム雇用されている OL さんっていう職種がもうオワコンになってきているので、 OL スタイルの代わりにジャンパースカートをね着た若い女性をよく見かけて、以前はマタニティスタイルとして見られていたようなスタイルが、まあ、今ではね普段の装いとして定着していることにびっくりしましたね。キャンキャンとか JJ とか Wiz とか有名女性誌を見て着飾っていたような人たち、どこ行ったっていう気がしましたね。このカジュアルでね控えめなスタイルは現代日本の現実を反映していて、ファッションがシンプルで手頃な選択肢の方へ移行している、そんな風に感じましたね。まあ、さらにねお化粧やヘアカラーをしている人も全体的に減ったような印象を受けましたね。パンデミックによって人と会う機会が減少した影響もあるのかもしれませんが、全体的に外見への関心が下がったように感じました。異論は認めます。物価が上昇し賃金が停滞している中で、ファッションや化粧品にかける余裕が減少し、令和のファッショントレンドはねより控えめで落ち着いた方向に向かってるようですね。5年半ぶりに日本に帰ってきて驚いたこと、その7、日本の働き方改革の複雑さ。最後にね、日本の働き方改革について触れておきたいと思います。これまでの動画でもたくさん触れてきましたが、ドイツは医師もシフト制で働き、年間6週間の有給があるなど、日本とは対照にホワイトな環境で働いています。日本でも働き方改革が導入され始めましたが、その結果結果が期待通りであるかは非常に疑問が残ります。例えばね、医療分野では勤務時間の短縮によって若手医師の教育の質が低下しているとの不安の声、懸念もあります。まあ、今回ね、あの久しぶりに医師の先輩会ってきたんですけど、働き方改革によって日本の臨床教育の質が低下している、若手の医師どんどんダメになってると心配する声が多かったです。まあ、このテーマについてはね長くなるんで今後の動画で話したいと思いますが、欧米の制度をそのまま取り入れるだけでは最良の結果をもたらすわけではないということを再認識しましたね。まとめ、簡単におさらいすると、1、態度の変化とホスピタリティの低下、人々の心が貧しくなってるんじゃないかという懸念。2、インバウンド観光客の増加。3、支払い方法の変化。4、商品サイズの縮小。5、貧困の可視化。6、ファッションの変化とフルタイム雇用減少の影響。7、日本の働き方改革の複雑さ。以上7つになります。いかがだったでしょうか。5年半ぶりに日本に帰国して令和時代の日本を初めて体験することでね、興奮もしたけど少しの寂しさも感じました。新型コロナウイルスのパンデミックの影響は私たちが思ってる以上に根深く、経済面や社会の背景にまで及んでいます。物価の上昇、目に見える貧困の増加、そして何よりもかつて感じていた私が大好きな日本の活気が少し失われているように感じました。まあ、言ってみれば初めてね日本の力が衰えてるのではって感じ、少し切ない気持ちになりました。でもね、それでもね日本に帰ってくるのは本当に嬉しかったです。現在日本は困難な時期を迎えていますが、ニュースやね政治的な議論とか、まあ、YouTube とかをね見ている限り、次世代がね旧世代とは一味違った形で台頭してきている中、この若い世代が再び日本を輝かせ、親しみやすく精神的に豊かな国へと盛り上げてくれる、復興させてくれるっていうことを私は期待しています。
まあ、もちろんね、今日挙げたようなことは私個人の意見に過ぎないので、日本でのね生活、日本の未来についてご意見があればどしどしコメント欄、ちょっと見られちゃうのが嫌だな、他の人には見られたくないな、うさぎ先生にだけ伝えたいという人はメールでお待ちしております。今後もねドイツで医師として活動を続けながら、皆さんと情報を共有して未来に向けて小さな前向きな変化を生み出すきっかけにしたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チュース。